第2次、フィニステレ・岬の海戦は1747年10月25日に、オーストリア継承戦争の一部として、スペイン北西部のフィニステレ、岬沖でイギリスとフランスの間で戦われた海戦。その年の5月14日に、やはり、イギリス艦隊とフランス輸送船団によって、同海域で行われた海戦があるため、第2次という、イギリス艦隊は、 サー・エドワード・ホーク提督指揮下の準備の整った14隻の戦列艦からなり、フランス側はデシェル・ビエド・レタン・デュエール提督指揮下の8隻の戦列艦に護衛された輸送船団だった。戦いは船団を待ち受けたイギリス艦隊の決定的な勝利に終わり、以後、戦争の終了までフランス海軍は活動することができなかった。フランス艦隊は非常に勇敢に戦った。 そしてその船の素晴らしい品質はイギリス艦の数の優勢をいくらか打ち消すことができた。イギリス艦隊は徐々にフランス艦隊に追いつくと彼らを捕獲した。ボードレール伯爵の指揮するアントレピードはフランス戦列の戦闘にいたが提督を救うべく引き返し2隻とも脱出に成功した。他の艦はすべてイギリスに捕獲された。軍艦同士が戦っている間に フランス船団は、レタン・デュエールが過労じて咲いた26門艦、カストールと64門艦、混沌に守られて、西インド諸島への航路を進み続けた。しかし結局、彼らのほとんどはその海域で進路を阻まれ、捕らえられた。この最悪によって、フランス政府は海上において無力であることを確信した。そしてこれ以降、イギリスの封鎖を犯して、輸送船団を動かすことはなかった。 当時イギリスで使用されていたユリウス歴では、同年10月14日、ありがとうございます。